はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日ねフュージョンゲートイベントというね、謎イベントが開催、されておりまして、まあ、イベントの詳細はどういうイベントかっていうと、デュエル開始時になんかフュージョンゲートが置かれるとかいうなんか神イベントなんですよ。で、フュージョンゲートが置かれるっていうことは、このフュージョンゲートを悪用してくださいっていうことなんですね、基本的に。なので、本日は、皆さんにクソレッキーをちょっとお見せしていこうと思ってまして、まあ、フュージョンゲートといえば何を皆さん思い浮かべますか？そうですよね、チェーンマテリアル、これです。マテリアルゲートというコンボご存知でしょうか？これどういうコンボかって言いますと、まあ、フュージョンゲートっていうカードは、あれですね、融合、できますよと。フィールド上、または手札のモンスターを使って融合できますよ。で、それだけ除外されますよという効果なんですけども、これ1ターン1の制限ないんですね。だからこれ、何回でも使えるんですけども、これチェーンマテリアルというカードはどういうか、カードかっていうと、このカード発動すると、融合召喚する場合、融合素材を、手札、デッキ、フィールド、墓地から除外して融合召喚できますよっていう、そのターン。だから、チェーンマテリアルを発動した上で、フュージョンゲートを打つと、なんと、無限にデッキ融合ができるってことなんですね。はい。まあ、無限デッキ融合コンボと思ってもらって構いません。で、これをですね、今回は決めていきたいと思ってまして、で、こうチェーンマテリアルって見ていただいたらわかる通り、こう通常トラップカードなんですよ。だからちょっと発動するの難しくてですね、今日はちょっとインチキコンボなんですけども、トランザクションロールバックっていう、このカードを使って、このチェーンマテリアルをコピーして、行きたいんですけど、これチェーンマテリアルって処理を挟まないカードなんで、これ、直接、トランザクションでコピーすることができないっていう仕様になってるんですね。なんで、トランザクションロールバックでこのトラップトラックっていうカードをコピーして、でトラップトラックの効果でチェーンマテリアルをデッキからセットして使っていくっていう感じのコンボになってます。で、それをやるにあたって、自分の墓地にトランザクションロールバックと、トラップトラック、これを2枚落とせばいいんですよね。で、確定で、好きなカードを2枚落とすコンボっていうのが、まあ、遊戯王カードにはありまして、これが、ベアトリーチェと、それから、まあ、ライドロードドミオンキロス、これを同時に成立させること。で、これを同時に成立させられるデッキっていうのがあって、まあ、それがイゾルデなんですよ。イゾルデムーブをすると、ベアトリーチェをしながら、ドミニオンキュロスが出せるっていう、まあ、ぶっ壊れコンボがありますので、こちらを使ってね、本日はこの、うんこみたいなムーブを、皆さんにお見せしていきたいと思います。はい。回し方は動画ご覧ください。やっていきましょう。イベントを破壊します。あ、ちなみに成功確率はそんなに高くありませんし、めっちゃサレンダーされます。デュエル3倍。このデッキの大いなる間違いに気づいてしまった。絶対にサレンダーされる撮影にならねえ。ちょ、ガチでやばい。撮影にならねえんだよ、こういうの。頼む、マジで。俺の展開見てくれ。あ、なんかあるぞ。よし、いいぞ。なんかあるのはいいよ。なんかあるのはいい。もうちょっと頑張れ、お前。なんか、いい感じで。打ってこい。よし、まあ、裏ラオッケー。裏ラオッケー。裏ラは全然オッケー。まあ、増字は、ちなみに突っ走るしかないから、ちなみに。増字は突っ走るしかないって話ある。で、春、裏ラぶち込まれましたので、ベイゴマックス紹介しましょう。で、いやマジでこれうらら打ってうらら通んなかったって実質なって、これマジサレンダーされそうだな。ミッシングエッグセイバーインボーカーさん効果、あ、通していただける。よし、待って、これあれだな、モーニング入れてたけどこれいらねえな。あれヒーローいいんじゃん。なんか謎のヒーローモンスター、地属性聖地属レベル4だ。あれいらねえわ。あれなんかちょっと抜いてくれ、みんな。このなんか謎のモンスター、モーニングチャレンジャーとかいう謎モンスター、これ抜いて OK。 で、イゾルで効果発動、ユランダル落として、リナルド特集。あ、これちなみに今からねやるね動き、マジでめちゃくちゃ最強のソリティアムーブなんで、これ皆さん覚えて帰ってください。よかったらデュランダル装備して、まあ、イゾルテ成立から動くんですけど、イゾルテ成立で、イゾルテでペンデュラムモンスターのイグライド持ってきておいて、で、デュランダルでペガサスってやつを持ってき、来ておくんですよね。今ちょっともう引いちゃってるんですけど、これを持ってきまして、でこの2枚揃ったらこのペンデュラム付けにセッティングしますと。で、これで、効果発動します。まあ、イグナイトウージーとかいうのがよくわからないモンスターを持ってきて、で、フェニックスの効果で自分のデッキからイグナイトモンスターをチューナー扱いで特殊召喚するって効果あるんで、これでチューナー扱いで特殊召喚して、で、これも本当誰だねんって感じなんだけど、これサウンドウォリアー、ロックスとかいうよくわからないモンスターを出して、で、これペンデラムスキルをエクサデッキ回収するんですね。で、もうペンデラムスキル7あるんで、まあ、2回収してもらって、で、ペンデラムモンスター含んでれば出せる、このペンデラムマジシャンとかいうなんかぶち壊れモンスターを出し、はい、あ、これ全部引いてんだ、これ今回。これちょっと全部引いてた、ごめん
サーチしたから全部来た。これでマジシャン持ってきて、持ってるこのクロノグラフの方ので、ペンデラム召喚しましょうと。でエクストラデッキ溜まってるんで、これペンデラム召喚します。あ、ていうだからは、ペンデラム召喚別にしなくてもいいです。でこことここ2体特殊召喚します。でイグライトの方のまた効果発動しまして、爆破しながら炎属性変速持ってくるという効果で、これなんかキツネビルラーというモンスターを持ってきて、でクロノグラフで、今持ってきたキツネビルラーと一緒に特殊召喚しましょうよというところで、でこれフィールド上のモンスターが全部炎属性になります。でベアトリーチェ出しまして、これね何をしてるかって言ったらね、好きなカードを2枚墓地に送ってですね、今からやることは。でベアトリーチェ効果発動するんですか。でこれ好きなカードを1枚墓地に送りますよね。はい、なんでトランザクションロールバック落としておいて、でフィールド上の、属性が同じで種族が異なるモンスター、今全部炎属性なんで、全部炎属性なんで、これ条件取ってるんですけど、これ3体使って、ドミニオンキュロス出す。で、ドミニオンキュロス効果発動、何でしたっけ、この、トラップトラック、これを落とします。でトラップトラックの効果発動チェーンさせて、トラップトラックっていうか、まあ、ドラザンシュロールバックなんだけど、ロールバックの効果でトラップトラックを、コピーして、キスネイビーラーを爆破して、これで、デッキから、チェーンマテリアルとかいうぶち壊れカードをセット。で、なんかフュージョンゲートはなんか発動されてるんですよ、今現状。なんかこのルールによって。なんで、マテリアルゲートというコンボがこれ確定しました。ありがとうございます。いきましょう。なんかフュージョンゲート貼ってあるんで、エリクシーラー出して、でエリクシーラー行こうか、まあ、こっからはね見たこともあるよという方いらっしゃるかもしれませんが、エリクシーラーはちなみに融合召喚に成功した場合に除外されてるカードを全部デッキに戻すという効果ありまして、でこれフュージョンゲートとマテリアルが絡むと、デッキの中の素材を融合素材にできるんですね。なんでこれ無限ループが入ります。で、レベル10のモンスターに対してオーバーレイって言って、ニョキニョキニョキこのループ方法を、皆さんにお伝えしましょう。まず2000番を相手にかまします。でフュージョンゲートの効果を使いまして、墓地の、エリクシーラーと自分のフィールド上のグスタフマックス、これをゲームから除外することにより、まずダークガイアを出します。はい、で、ダークガイアの効果はどうでもいいです。で、フュージョンゲートの効果をもう一度使いまして、ダークガイアとエリクシーラー、これをゲームから除外することにより、謎のモンスター、イダテンとかいう、よくわからないモンスターを出し、そして、フュージョンゲートの効果によってもう一度エリクシーラーを出します。そうすると今除外しておいた全部のカードが戻るんですね。はい、これねエクストラデッキがちょっとループしてると戦っちゃうんで戻してます。はい、もう一回使うためにね、もう一回使って戻しまして、でなんか都合よくレベル10のモンスター2体いるんで、ここ2体で、グッサク出しまして、よきよきよき2回目あと以下同分です。あとやること一緒です。あとはもうこれをひたすら繰り返していくだけ。っていうか相手の人マジ優しいな。俺のこのクソみてえな展開見ていただいて本当ありがとうございます。マジで動画はかどりますわ。もしこのデッキ一生サレンダーされて動画にできるできない危険性があったんで、マジありがてえわ。お風呂入ってる、なんかお風呂入ってるよね相手方もね、おそらくね。いやありがてえマジ、お風呂ワンキーだこれ、通称これ伝説のお風呂ワンキーだ。ここでもう一回素材をゲームから除外して、でエレクシーラー出すと、はい、でノベイルノベイルストップ、ここにパワーが溜まってきただろうっつって、で除外ゾーンのカードを全部戻してもう一回パワーを溜め、はい、でもう一回レベル10のも下げたいって。マジありがてえ、マジありがてえ、マジありがてえ、全部見ていただいて本当ありがとうございます。でエリクシーラーを、ゲームから除外しまして、もう一回ダークアイ出しまして、さあウィニングランでウィニングラン来た。これマジで全部見てくるんだな。これさ、このイベントさ負けてもなんか報酬とかもらえるんだっけ。もらえないよね。なんでこれ俺の展開逆に見てくれてるんだ。逆になぜ見ているお前は。ちょっと一個質問がある対戦相手に。お前は逆に俺の展開をなぜ見ている。お前死ぬことが確定しているんだぞ。そして負けてもこの確かイベントは何も確か報酬がなかったはずだ。なぜお前は俺の展開を見守っているんだ。わからん。とりあえず全部できそうだ。まさかの感想。はい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 、なんか対戦、あれ本当にありがとうございました。
マジで感謝します。もしかしたら視聴者かな、対戦相手。うお、エアマン効果発動、ヒールをお手伝いに加えたい。あー待って、おいおい、ベイコマックス通っちゃう感じこれ、来たか。あーちょっとこれはいけるか、これはいけるぞ。おいちょっとマジで、俺の展開見てくれ誰か。